演舞開演。どうも、本日はなかなかジャッピングドーナツに使いました。ポーポレンジ、このお店に来ているドーナツを全部パンツで追い出させてもらいました。ここで最後に飲むと思いますが、コーヒーもいただきました。これでです、いただきます。ではまず、シンプルなの見ましょうか。本当にシンプルですけど結構軽いですね、生地が。ではいただきます。シンプルドーナツもやっぱり違う。これさっくり美味しい。ふわっとした軽い食感で、その辺のクリチコやグレープのコーヒーがうまく食感を出してとても良かった。では次はこちらのもっちりドーナツって、もうほんとこれどこでもコーヒードーナツもこんな感じですね。ではいただきます。独特食感の生地もやっぱりいいけど、これだとちょっと違うかなと思う。ドーナツはちょっとミスタードーナツのコンビニに比べるともっちり感が弱いかな。やっぱりこれはミストに分がありますね。で、残りの2種のシュークドーナツですが、こちらもサクッとした軽さがあって、瞬時に食べた中に入っているタイプとはまた違った美味しさ、中に入っているタイプが中を切って乗せているのでまた違った美味しさがありましたね。続きましては、甘酸っぱくてサクサク、やっぱりいいな、こういうの。アップルカスタードブリュレドーナツは、ほろ苦いブルーカスタードブリュレのドーナツの上に混ぜているリンゴの甘酸っぱさが、それをうまく切らしていてとっても美味しかったです。ストロベリーチーズクリームシュードーナツも、うまくチーズとイチゴの2種の甘酸っぱさがさっくりしたシュークリームよく合っています。最後のグレーズファッションも、甘いフレーズがただのオールドファッションとはまた違った甘さを生かしていて、これもさっきとシャキッとよく合っていましたね。本当オールドファッションでもいろんな種類がありますね。ではいよいよジャッキングのクローズ。シンプルのはこちら、マシュマロショコラのドーナツとオリジナルとオールドファッションシリーズです。ではこちらのショコラがあって絡ませていただきますね。マシュマロが中でうまい感じで溶けています。ではいただきます。いよいよ今日の真打ち登場。サク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 、マシュマロドーナツにオールマッシュの生地がサクサクで、噛んだ瞬間にコショウが口の中に出てきますね。そしてマシュマロの弾力やそれぞれのオールマッシュのトッピングが3つの面白い空間を与えてくれました。オールマッシュのここまで美味しいと思ったのは初めてなんですよ。まあ以前このエッグタルトファッションを食べたことがない、その時に知ったのですが、ノーマルでこれだけ美味しいのです。改めてその小時間を思い出せるそんな気がします。というわけで、この店舗ではここのカフェだけの今まで並べた3つのドーナツで全部なんですが、まだ公式サイトを見るといろんなやつがあるんですよね。ここは販売してないのかな。というわけで、また機会があればそれぞれのドーナツを食べてみたいと思います。そしてこちらの店舗を使っていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。